僕自身が16年間サッカー選手としてプレーしてきた中でイビチャ・オシム監督に会って、彼が行ったチームビルディングだったり、そのリーダーシップを発揮して選手をこう成長させながら成果を上げるっていうのを、サッカーをプレーしながら楽しく学べるという研修となってます。オシムさんの場合おっしゃったみたいに、やっぱりサンプルだからね、今日取り組む中でお互いの長所をしっかりと見つけていくことが大事なので、ブラボー。ありがとうございました。